炎烈寺根本中道炎烈寺根本中道は、比叡山炎烈寺の総本道である。伝行大使最長が炎烈四年比叡山上に、草案を結び、三年後の炎烈七年現在の根本中道の場所に衝動を創建したのが、始まりとされ、草案は後に一条士官院と呼ばれた。本尊は最長が一刀三連して刻んだ役士、瑠麗公如来と伝えられており、 その法然に灯明を掲げて、以来、最長の灯した灯火は1200年間一度も消える、ことなく、輝き続けているので、不滅の宝刀と呼ばれる。中道という古称の由来は、最長創建の三道の中心に位置することから、薬師堂を中道と呼ぶようになり、この三道は後に一つの仮覧にまとめられ、中道という名前が残ったとされる。 比叡山延暦寺略の中心であることから根本中道といい、比叡山では東東という区域の中心的建築物である。根本中道は何度も火事や戦火によって消失している。影響7年には将軍足利義則が大和施設を処刑したことに抗議して大和24人が根本中道に立てこもって火をつけ集団自決する事件が起きた。 夏キツ三年頃までには復興する。夏キツ三年には、南朝復興を目指す五南朝や日の家などが、京都の御所から三種の神器の一部を奪う金結の変が起こると、一味が根本中道に立てこもり、朝廷から追悼令が出たことにより、幕軍や大和により撃たれる事件も発生した。さらに、明王八年七月には、 細川正元と遠略寺が対立したため、正元の家臣、赤沢友爪と、大壁宗和によって焼き討ちされた。英章15年4月4日に復興。現在の根本中道は、元気2年9月、織田信長による焼き討ちの後、次元大師、天海の震源により、徳川三大将軍、家光の命によって、寛永11年より8年の歳月をかけて、 再建されたものである。1953年3月31日に国宝に指定された。2015年から根本中道及び重要文化財指定の回廊の大改修が行われており、大改修は1955年に完成した昭和の修理以来で7回目で、完成予定は2025年度であるが、工事中も廃刊は可能である。 修復の様子が間近で見られる。修学ステージが完成し、2018年8月から利用できるようになった。創家焼き作り。桁雪11軒、張間6軒、健高約9.78メートル、胸高24.46メートル、屋根は一重、入りもや作り。南側に中庭が配置される神殿作りとなっており、その中庭に、 日本中の神々を感生する竹の台がある。道内は、外人、中人、内人に分かれ、本尊を安置している内人は、中人や外人より3メートルも低い石敷の土間となっており、内人は、僧侶が度胸手法する場所であることから、別名、修行の谷間と言われる。内人の本尊、不滅の宝刀と中人の参詣者の高さが同じという、 珍しい構造になっており、これを天台作り、または、中道作りと呼ばれ、天台仏道の特色を示している。中人の天井は、百花の図と言われ、200に及ぶ草花が極彩式で描かれている。柱は76本あり、諸国の大名が寄進したことから、大名柱と呼ばれる。中人中央には、玉座があり、その上に、昭和天皇神筆の、 伝行と書かれた額が掲げられている。ありがとうございます。